はい、基本的な単語、今日やります。基本単語でいいかな？基本的な単語ね。大体公立高校の入試とかでよく問われるやつなんだけども、これとりあえずさ、1、2、3、4、5か。5つ単語書いてみてください。これだけでいいかな？月の名前、曜日、これで、数字でね。あと、まあ、基本的なこういう単語ね。まあ、とりあえず書いて、止めてもいいからさ。自分で止めて、ノートかなんかに書いてみてください。ね、はい。じゃあ、やるよ。やっぱりこの単語はね、よく聞かれるから。例えば、曜日とかでもさ、日曜日は聞かれないわけよ。どういうふうに聞かれるかっていうと、例えば、定義としてね。The day before Monday とかね。こういうふうに書いてあって何でしょうかって。ね、これはサンデーなんだけども、サンデーは誰でも書けるわけよ。ね、だからこういうのは聞、あんまり、出ないよね。じゃあ答えからね。まず月の名前なんだけども、2月ね。February っていうね。だから F で始まって、Feb。ね。Ru Ari でね。February。ね。これと同じでね。January。ね。Worry。ここかな。ここが共通するんだよね。worry ってね。どうしよう。この部分ね。worry。だから、ジャンとフェブル。ね。1月から12月まで。January、February。ね。February、March。なんだっけ？ちょっと待ってね。どうしよう。まあいいか。March、April、May、June、July、あら、July か。August、September、October、November、December。ちょっと4つずつ書いたんだけども。そうだね。アクセント後にあるやつはどれかっていうと、これかな。これだよね。このバーがつくやつでね。バーがつくやつ全部。September 2番目。October 2番目。November ここ。December これだよね。あと1つ、July がそうなんでね。あとは全部アクセントは前です。ね。February, F-E-B-R-U, U-A-R-Y, F-A-B-R-U-A-B-A-R-Y か。ね。どういうふうな覚え方でもいいから、February って書いて、worry とかね。そういうのでもいいから、覚えておいてください。ね。順に覚えなきゃいけないけども、まあ簡単、ね。May とかはもう簡単に覚えられるじゃない。覚えられるっていうか、もう、例えばね、メイデイとか言うでしょ？ 5 月にある。ね、メイデイ。覚えられるよね。あとなんだろう。ジューンブライドとか言うよね。6月。ね、6月に結婚する人ね。幸せになるとか言ってね。ジューンっていうね。あと、エイプリルフールとか言うじゃない。ね。あと、マーチはなんだろう。マーチ。マーチはなんかよくわかんないけども、なんか3月のことね。マーチ。あとは、セプテンバー、オクトーバー、ノーベンバー、ディセンバー。ね。これはほら、オクトーバーっていうのは、こうやったら、1書いたら10でしょ。ね。だから、オクトーバー、10月。ノーベンバーはこの棒とこの棒を見たら、11だよね。だから、ノーベンバー、11。ね。ディセンバーは、1を足して、まあ、ここ、D は、まあ、2に見えないこともないじゃない。あんま見えないか。まあ、12月ね。ね。そんな感じで。ね。あと、9。
9月は September、September。ね、まあ、これ覚えられたら、あとはこれだけだもんね。June、January、February、July、August、September。ね。はい。じゃあ、その次。あと、水曜日だよね。これもややこしいんだよね、水曜日。正解は、Wednesday なんでね。Wednesday。何がややこしいかっていうと、こういうふうに D を読んでないわけよ。この目次って言うんだけどね。Wednesday って書いて、Wednesday って読むわけ。これはさ、これとまあ似てるんじゃないの？これは、ほら、Tuesday。デイって読むでしょ。ここは、だからずって読んでるわけよ。Tues, Tues。それ考えたら、ん？ Wed、あ、これ違う。ここだよね。ごめん。D じゃなくて S か。これもさ、うってよ、あ、ずって読むって考えてよ。これで D は読まないと。Wednesday でね。Wednesday, Wednesday。これは水曜日だよね。もちろんね。だから、曜日で難しいのは、ね、Monday。これは簡単でしょ。Tuesday がちょっと難しいよね。Tuesday, Wednesday, これも難しいよね。ほいで、Thursday, これもややこしいよね。ほいで、Friday, これは簡単でしょ。Friday, Saturday, Saturday か。ほいで、Sunday。Sunday, 簡単でしょ。Monday, これも簡単でしょ。あと、フライデーもいけるんじゃないの？フライデー。ね。サタデー。これもさ、ターっていうのは、これ、アーっていうのはね、これと同じよ。UR はさ、例えば、チャーチとかいうふうに書くじゃない。UR はアーって書くわけよ。ね。ほんで、サー。ほんで、アーでね。サタデー。サーズデー。ね。あとは、だから、チューズデーとウェンズデーを覚えればいいんだね。Tuesday と Wednesday よね。Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday。その次、ギターでね。ギターもたまに出るよね。アクセントで出るかな？どっちかというとね。アクセント問題でね。ギターじゃなくてギターって言うんだよね。ギター。ここにアクセントあるわけ。ね、ギター。何がややこしいかっていうと、ね、こうじゃないわけよ。ギターじゃないわけ。ね、これだったらね、ジターって読むはずよ。例えば、GI っていうのは普通は、例えばジンとかね。GI っていうのは例えば、なんだろう。あまり例ない、思い浮かばないけども、ほら、G の後っていうのは、GA と GI と GU と GE と G なんだっけ、O か。あいうえおって書いたんだけどね。読み方違うわけよ。二つ、二種類あるわけね。例えば GA だったら、ギャング。ね。もうちょっといいのないかな。ギャス。ね、ガソリンってことね。ほいで、ガン。ね。ほいで、ゴーでね。まあ、これだけでもゴーっていう。つまり、これは全部さ、グって読んでるじゃない。ね。グって読むわけよ。ところがさ、こういう時は違うわけよ。例えば、ジャイアント。ね。ジャイって読むわけ。ジって読むわけ。ね。あるいはこれ、例えば、ジェントー。ジェントってのは優しいって意味だけどね。Ladies and gentlemen のジェンだけどね。I と E の時は G って読むわけよ。ね。だから、こういうふうに書いたら、これは×なんだけども、ジッターとしか読めないわけよ。だから、そうは読まないでくださいねっていう意味で、U を入れてるわけ。ね。ギター、ギター。ね。アクセントでよく出るよね。これね。外来語のアクセントっていうの？はい、その次、図書館。これもね、よく間違う。よくある間違いはね、まあ、ライブラリーっていうのわかるんだけども、ライブラリーってある人結構いるんだよね。
あと、ライブ、ラリーとかね。なんか、こんな風にやる人います。ね、これはもう本当発音してない、発音をね、きちんとしてないと、正しくはね、もちろんこれなんだけども、あ、ごめん、間違った。あれ、丸と、こうか。ライブラリー、ライブラリー、ライブラリー。ね。L は一つ、R は二つっていうこと。ね。L か R かっていうのはね、例えばこう、ね、No problem っていうとき、No problem のここは L、R。ね。もちろん L なんでね。間違って No problem って書く人いるけどね、これもやっぱり、ちゃんと発音してないとね、L の発音をしてないとなかなか覚えられないよね。ライブラリー。ね。だから、ここはほら、あれだと思うときは、February の、February、February の、アリーと同じよ。ね。February、アリー、アリー。ね。これどういうわけか、これにやる人多いね。February、Library ね。はい、最後。9番目の数字だよね。数字もね、やっぱり時刻を言うときとかね、いろいろなとこで使われるから。ほんで、これは、9番目のっていうんだから、助数って言われるやつでね。奇数じゃなくて、奇数っていうのは、この奇数じゃなくて、あら。奇数はね、元の数ってやつよ。ね、元。これか。数か。じゃなくて、助数ってやつよね。助数。なんで9番目のっていうのを出すかっていうと、例えば、ね、10番目のっていうのはテストで出ないわけよ。10th、簡単だからね。ね。あるいは7番目も出ないわけよ。7th。ね。6番目も出ないわけよ。簡単だから。ね。5番目は出るかもしれない。ね。4番目もおそらく出ないでしょう。簡単だからね。ほんで、まあ2番目はね、second、first だけどね。5番目はさ、fives じゃなくて fifths ってなるんでね。ね。ほんで、ここもやっぱりちょっと難しいわけよ。ね、ここだよね。ここと、だから難しいのは、まあここはちょっとややこしいよね。ほんで、ここか。nine っていうのはね、nine っていうのはもちろんこれ、こう書くんだけども、普通だったらね、ninth ってこう書けばいいんだけども、こうなるわけよ。ninth ってね。ninth。ninth って書いて ninth って読むわけ。ね。9ちょっとまとめておくと、nine、nineteen、あ、こうか。あ、間違った。nineteen、19ね。90は ninety。ね。助数は ninth、nineteenth。Nineties。あ、こうか、ね。だから、特殊なのはこれだけね。あとはもう規則通りに、nineteen つけて、ninety つけて、ここで th つけて、y を i に変えて th をつけると。これだけ e が取れるんだよね。ね。あと、こんな風な感じで、変化するのは、for かな。for、forty じゃなくて、これじゃなくてね。あ、こっち書こうか。これじゃなくて、40って時はさ、こうなるわけよ。40ってね。ほんで、あと、違う、間違った。まず14でね。14。この時はいいんだけども、40になるとさ、40ってなるわけよ。ね。そんな感じかな。ね。ninth, ninth。ニンスって書いてないんですね。これもよく間違います。そうね。基本的な単語って言ったらやっぱり月の名前。曜日か、まず。曜日。月の名前。ほんで、数字。ね。ほんで、あと、まあ、季節とかね。あるいは方角とかね。ね。方角っていうのは、東西南北っていうことね。あと、本当に、基本語だよね。そのギターとかね、図書館とかそういうやつ、物の名前ね、コンピューターとかね、そういうやつね。まあそういうやつはいろいろあるけども、まずこれだけはさ、ね、限られてるんだからさ、
まずこれだけ覚えてみれば。後でリンク入れときますから、問題がね、いろいろ出ますから、基本語のね、それやってみればどうかな。ほんで、一つずつ覚えていって。ね。もう一回ちょっと読んでおこうか。February, Wednesday, Guitar。これなんだっけ。Library, 9th。だよね。はい、じゃあ終わります。